大倉海岸は、兵庫県明石市東部の大倉海岸通り1丁目、2丁目に、ある、海浜公園。広さは32万平方メートル。JR 山陽本線朝切駅から、明石市役所付近に続く、大倉海岸は、古来から、白車青少の海岸として有名で海水浴など、観光客で賑わう。海浜公園としての人口の砂浜のほか、バーベキュー施設、 レジャー用品の大型店舗、入浴施設、24時間営業のスーパーマーケットなどもある。また、1999年に堀江健一が太平洋横断をしたモルツマーメイド2号が高級展示されている。しかし、海岸線に国道28号が建設された際に護岸が堤防と昇破ブロックで固められ、海に近づくのは、 釣り客程度という状態になった。その後、赤市海峡大橋を眺望する絶好の場所であることから海浜公園として再生させることとなり、1993年から埋め立てが1998年に供用が開始された。1999年12月31日には見通しが良いことということから、赤市千年祭の花火大会の開催場所に選ばれた。 2000年12月31日には、インパクの明石海峡世紀恋行事、ジャパンカウントダウン2001の会場ともなっている。2001年12月の砂浜陥没事故以来、砂浜部分は閉鎖されて、花火大会も行われていない。2005年6月頃に再びオープンの予定であったが、小アジサシの巣があることが確認されたため、オープンは巣立ち後の時期に延期された。 大倉海岸付近東端は JR 朝霧駅が隣接する。山陽電車からは大倉谷駅、人間まろ駅が最寄り駅となる。2009年からはちょい乗りバスが停車する。国道28号沿いにある。大倉海岸南側朝霧駅歩道橋から赤石海峡大橋を延望。中央に赤石海峡大橋とモルツマーメイド2号。その右手には淡路島が見える。 橋を挟んだ反対側が舞妓である。下部の砂浜は大倉海岸で撮影場所の朝霧駅歩道橋は明石海峡大橋を眺望する絶好のスポットとなっている。ありがとうございます。